ラホンタン湖の推定地図、ラホンタン湖は、表記のグレートベースに、かつて存在していた巨大な内陸湖である。アメリカ合衆国ネバダ州北西部の大部分を覆い、カリフォルニア州北東部やオレゴン州南部にも伸びていた。およそ12,700年前の最大だった時には2700キロ平方メートルの面積があった。湖の深さは、現在のピラミッド湖の位置では、 約240メートル、ブラックロック砂漠では150メートルであった。更新予の終わり頃の気候変化により、湖は次第に乾燥していった。およそ9000年前までに湖の大部分は消滅した。湖面の低下によって湖はいくつかの小さな湖に分かれ、その多くは急速に乾燥してプライアになった。そのようなプライアは、ブラックロック砂漠、 カーソンシンク、フンボルトシンクなどがある。現在も湖として残っているのはピラミッド湖とウォーカー湖がある。ミナマッカ湖は1930年代に干上がり、ハニー湖は定期的に干上がる。かつてのラホンタン湖では、この湖の固有種ラホンタンカットスロートトラウト、ネバダ州の州の魚マイナスが、やはり固有種で濃いめのツイチャブやサッカーフィッシュの捕食者として、 食物連鎖の頂点にあった。このカットスロートトラウトの亜種は、かつてラフォンタン湖に流入した、グレートベース内の河川の上流域に今日でも、わずかに生き残り、20世紀に入ってから、この固有種が絶滅してしまったピラミッド湖やウォーカー湖へ、再び移植された。ありがとうございます。